ガシャッ。こっち。あ、こう軽いね。やっぱ軽いのはいいですよね。うん、はい、皆さんこんにちは。ハーレーダビッソン東久留米の伊藤誠です。今日もですね、特選中古車情報ということでですね、やっていきたいと思います。はい、まあね、これ見てね、あーと思った人もね、いるんじゃないでしょうかね。今日お送りするのがね、こちらの車両ですね。はい、2024年 X350。こちらをですね、もう早くも出てきました中古でね、紹介していきたいと思います。でこの X350 なんですけれども、はい、先日ランキングの方ね、私紹介した時に、はい、堂々と第1位になりましたね、こちらの X350。それがですね、今回早くも中古として出てきましたので、それをですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思いますので、お楽しみに。ハーレー東久留米では有益な情報を配信中です。お見逃しにならないようにチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。はい、ではですね、気になる距離の方から見ていきたいと思います。ジャキーン。ガシャ。こっち。はい。で、距離の方が 19キロです。19キロしかなってません。はい、ですね、この方ですね、買うのが趣味だそうですね、うん、手放した方ですね、はい、19キロしか乗ってません、はい、で、いろいろ見ていくんですが、すべてノーマルです、はい、なのでカスタムしたいよという人は、これこういうカスタムしたいんで、ああいうカスタムしたかったんだよなっていう人は、ぜひですね、こちらの動画見て、ね、早いもん勝ちですんでね、ぜひね、もう19キロしか乗ってないですし、もうすっごい、もう新車、ほとんど新車ですね、これね、で、エンジンかけてみますね。あ、かかった。あ、こんな感じですね、はい、うん、うん、付けもいいですね。はい、じゃあ切ります。はい、あとね、足付きもね、ちょっと見てみますね。ベタ足までいかないですけれども、あ、結構サスペンションも沈むので問題ないんじゃないでしょうかね、あ、こう軽いね。やっぱ軽いのはいいですよね。鍵がやっぱりね、皆さんね、いいよねって言われる方もいますね、これね。はい、いかがでしたでしょうかね。X350、紹介したんですけども、ノーマルなのでもうカスタムベースとしてはね、最高だと思います。 ETC つけたり、あとはね、スマホのホルダーつけて USB ポートね、それなんかもちょっとこれかっこいいと思います。これね、メーターがこっちなので、こっち側につけると、マスターシリンダーのちょっと弱気につけるとちょっとかっこいいんじゃないでしょうかね。トロトさん、あとトライジャーさん、アクティブさん、その辺がパーツ結構出してきてますよね。その辺ちょっとね、チェックしてみると、あ、これね、自分に合ってるななんていうね、パーツがね、見つかるんじゃないでしょうか。ぜひね、その辺も、東久留米まで相談してみてください。早いもん勝ちです。はい、ということで、今日も伊藤誠が特選中古車情報をお送りさせていただきました。